アセット級トローラーはイギリス海軍の武装トローラーの環球。第一次世界大戦中、イギリス海軍は多数のトロール戦型戦艇を建造し、廉価な紹戒艦艇として沿岸域での対戦戦や大気雷戦などに充当していた。これらは設計面では一般的なトロール戦と同様であり、実際、対戦の終結に伴って、 漁船としてのトロール船として巡航した船も多い。この方式であれば、平時は漁船として操業している船舶を運航要員ごと徴用するだけで済むというメリットがあった。しかし一方で、元来が漁船としての設計であるため、非常時の代替品以上の価値を持ち得ないという問題もあった。 このことから1934年、補助対戦艦としての運用を前提に、戦時急速建造も想定したアドミラルティトローラーの設計が着手された。そしてそのプロトタイプとして建造されたのが本級である。上記の経緯より、本級は一般的な魚老用のトロール船をもとに、対戦船、大気雷船に適合化して設計されている。潜水艦を追跡するため、 釣り間の採用などにより、機動性を強化した。ボイラーは、スコッチボイラー、石炭滝である。手機は、レシプロ蒸気機関、一軸推進艦とされた。艦砲としては、40口径1 0 2トル単装砲と45口径7 6トル広角砲が、予定された。実際には4インチ砲のみを搭載して巡航し、 バセットでは後に40口径7.6センチメートル広角砲に換装された。対戦兵器としては爆雷投射機2機を搭載した。搭載数は25発であった。ありがとうございます。